典型的な形状例中国青海省、財団ム盆地の扇状地扇状地とは、川なり堆積定地の小地形の一種であり、山地を流れる河川が運搬した砂歴が、谷口を頂点として扇状に堆積した地形である。河川が山地から平野や盆地に移るところなどに見られる。扇子の形と似ていることからこの名がある。扇状地の頂点を、扇状、末端を、扇端。 中央部を線王という。複数の河川が複合してできた線状地を合流線状地、形成器が異なる線状地が重なり合いできたものを合成線状地という。また、断球化した線状地を解析線状地という。線状地と呼ばれる地形は、上述の成因以外によるものも存在するが、ここでは上述の成因による線状地について解説する。 船長上流の流域は、周水域とも呼ばれる。典型的な線上値は、その名の通り線上に広がる平面型を持つ。しかし、谷口より下流に位置する低地の形状や、支流の合流などの影響などにより、線上地の平面型は、必ずしも線形ではなく、様々な形状のものがある。河川の流量と、その流水によって運搬される砂漆の量が多いほど、 半径の大きな洗浄地が形成される。周水域の最高高度と最低高度の高度差が大きいほど洗浄地が形成されやすい傾向があるとする研究がある。一般に小さい洗浄地ほど急な傾斜の地表面を示す。これは小さい洗浄地を形成するような河川は一般にその流量が小さいために急な傾斜でないと砂力を運搬できないからである。しかし、 歴が生産されないような地質の場所では、小さな河川であっても緩やかな線状地を形成しうる。同じ河川により形成された、氾濫源や三角州と比較すると急な傾斜を示し、小河川ではおよそ1、400以上、大河川ではおよそ1、1000以上の勾配を持つ。非常に急勾配のものは、中積水と呼ばれる。門村は、小型の線状地は、 土石流体積物によって形成され、大型の間勾配洗浄地は、電流体積物と流水体積物からなるとしている。洗浄地は、産地で砂礫を大量に含んだ河川水が、産地を抜けたところで砂礫を急に手放すことで生じる。この砂礫の体積の要因は、産地とその下流部の河川の断面形状に違いがあるためとされる。産地の河川は、 両岸が国壁で挟まれているため、洪水時には急激に水深が上昇する。河川が砂礫を運ぶための力である、総流力は水深が大きいほど強くなる。そのため、山地の河川では洪水時に大量の砂礫を運搬することができる。しかし、河川が山地から抜けて平地に出ると、それまで両岸にあった国壁がなくなるため川幅を広げることができ、 水深が小さくなる。また、洗浄地は、砂礫の堆積した地質であるため、河川の流水が地下に浸透し、流量が小さくなる。そのため、平地に出た河川は、急激に、総流力が小さくなることで砂礫を流走できなくなり、船長部から砂礫を堆積するようになる。平地部のある稼働で堆積が進むと、その付近の川床が高くなり、次第に、 越流して両岸に、歴史室の自然堤防を形成する。自然堤防の一部が破堤すると、そこから洪水流が周囲の低い土地を流れるようになり、稼働が変更される。このようにして、周りより低いところを選んでの稼働変更が何度も繰り返されると、山地の出口を扇の要として、土砂が平地側の全方向にまんべんなく積もり、洗浄地が出来上がる。 なお、山地が、海のすぐそばまで迫っているような場所では、先端が直接海に接している場合もある。線状地は、地図上では綺麗な線形の等高線を描くが、その上にはいくつもの急稼働が、扇の骨のように放射状に並んで後を残している。そのため完全に平らではなく、小さな起伏が備地形としてある。また、稼働の両岸には、 船長部から放射状に伸びる細長い自然堤防が形成される。戦場地を形成している堆積物は大小様々な大きさの粒手を多く含んでおり、大変水を通しやすい。そのため、戦央部では河川の水のかなりの部分が近いと浸透してしまい、地下水となる。この結果、戦央部にある地上の河川の流量は減り、場合によっては水を失い、 地上の川が水無し川となることもある。流量の大きな河川が形成した大きな扇状地では、その流量と比較して、河川の勾配が急であるため、典型的な猛状流路が見られる。扇状地は常実の通り、川床の堆積が激しいため稼働の移動が大きい。人工堤防が形成された扇状地では、稼働の移動ができないため、川床の堆積が進行し、 周囲よりも川どこの高い河川である天井川が形成されている。扇上地を形成する堆積物の下には元から平地が存在するが、地上から浸透してきた河川の水は、この平地で大部分が受け止められる。受け止められた水は、そのまま地下を流れる伏流水となる。伏流水は、先端部で湧水として現れ、その先に消火栓を作ることが多い。なお、 戦場下部では、井戸が掘れ、さらに下がった、戦央部では、耐水槽からの水圧を利用した自噴位が設置できる。戦場地が多く発達する甲府盆地を例にすると、戦場地斜面は、近世から近現代にかけて、桑畑として利用され、近代山梨の主要産業となった、養産業を支えた。戦後には、養産業の衰退と共に転用され、 甲府市のベッドタウン化が進み住宅地となったり、盆地東部では、ブドウモモなどの果樹栽培に転用されている。洗浄地が形成される条件には、上流に土砂生産が活発な産形が広がっていることがある。したがって、洗浄地における土地利用には、集中豪雨時の土砂災害発生のリスク、天井が沸かした河川からの洪水発生のリスクを抱えることになる。 日本では洗浄地が各地に見られる。以下では規模の大きな洗浄地を中心に主なものを挙げる。地表を液体が過去に流れたことがある。あるいは現在も流れている天体において、洗浄地が存在することがある。水が流れていたことがあり、現在も水がある可能性の高い火星やメタン等の炭化水素等の液体が存在する土星の衛星体ンにおいて、 戦場地上の地形が発見されている。ありがとうございます。